寿司ざんまい。はい、やってまいりました。ここが築地場外市場でございます。はい、で築地はですね、この場外市場とですね、場内市場ってありましてね、この場内市場がですね、豊洲に引っ越ししたのでね、今この場外市場だけ残ってるっていう感じになります。プライバシー保護のためね、モザイクをかけてるんですね。ただこれ本当に観光客が多くてですね、モザイクだらけの動画になってると思うんでね、ちょっとそこはね、我慢してご覧ください。この門跡通りから人口密度が一気にアップします。せっかくなのでこの動画と一緒にですね、築地について少しね、ヤホーで検索してきましたのでね、紹介したいと思います。これすごくないですか。これとこの場所ではですね、鮮魚、青果、精肉、乾物、飲食店などですね、460店舗のでお店が集う場所になっております。言い忘れましたが、キャリーバッグなどある場合はロッカーに預けた方がいいみたいです。ここマジやばかったです。ここの場所は築地魚河岸といって、2018年10月にオープンした公共団体の市場らしいですね。何をやっとる何をやっとる。すごいね、ここね、原宿みたいな。こちらがさっき言った連絡通路の下から見た光景です。土曜日なのですごい混み合ってました。ファミレスにやってきました。なんていうファミレスでしょうか。わかりません。あ、デニーズに来ましたね。寿司屋さん行こうと思ったらね、やってないんですね、この時間帯ね。まだね、昨日ちょっとね、食べていこうと思ってます。はい、すごいね、もう外国人多くてすごかったです。来ました。シロップ。外人さんばっかりかね。うん。ね、わずか6巻でフィニッシュ。観覧車で横からね、忙しい。意外とね、こういうから見れないから。ナナトルマンは怪獣とかね、ウルトラマン関係、特撮関係が好きで、ゴジラとか、うん、自分でね、チャンネルの中でそのソフビを使って怪獣のね、紹介をしてるっていう番組をね、されてるんですよね。うん、そうだね。ナナトルマン出演、それから編集が父、プロデューサーが母ですね。そうですか。はい、そのように、まあ、設定になっております。あ、なるほど。はい。このね、最初に YouTube で怪獣のことを話そうと思ったのってどういうきっかけなのかな。結構なんか形とか、あとはなんか強さとかが、あとはなんか目とか目とかかっこいいなって思って、結構怪獣とかウルトラマンとかが好きになりました。